これから今からどういうふうになっていくんでしょうか。いや、必要なものはたくさんありますね。福島のあれでも分かりますよね。あれからかなりロボットは見直されてますし、はい、人間ができないことはやっぱり山ほどあるってことは人間は多分分かってくれたと思うので、はい、ロボットがやるべきことはたくさんあると思いますので、うん、ニーズはあれからかなり飛躍的に増えてますので、やっぱり開発費いただいて開発して商品レベルに達して商品として売っていくということを繰り返していくしか我々はないと思います。会社はこれまで10年間、うん、11年間ですか、うんうん、ある中でその過去の赤字とかっていうところの中に、うん、技術評価とかノウハウ評価っていうのはされてないというふうに伺いました。ないない、ロボットって産業がないので、はい、例えば表にあるのロボットはいくらかって言ってももう例え材料費合わせて3000万かかったとして、はい、で資産に一旦3000万上げて焼却していけばまだ財産残りますよね、はい、ところがその3000万円を全部研究開発したという経費で全部落としてるんで、はい、一瞬にして経費なんですね。なるほど。だから資産に全然上がってないですね、はい、我々のロボットは、うん、でも現実ではロボットたくさんあるので、はいはい、まあ、どういうことと思いますか。産業が起きるまでは仕方がないのかもしれないですね。産業を起こすという経験をですね、今まさに高松社長を中心にそのロボットベンチャーチームというかですね、されてるわけなんでしょうけれども、今まで日本でそういう産業を起こしたという経験を持っている人というのは実際いないんじゃないかというふうな話が出てきてました。そうですね、はい、外国にビジネスモデルがあるものを日本で産業に起こすことは多分いろんな経営者さんがたくさんやられたと思うんですけど、外国にもないビジネスモデルを起こすというのは、ね、誰か参考例があるととてもいいんですけどね、はい、それないんですね、うん、僕は今のところ気づいてないですね。どこあればなるほど教えてほしい。これまでそのじゃ日本にあるさまざまなビジネスモデルというのは、はい、全部そのどこか他の国アメリカなりヨーロッパなりそうです、ね、自動車でも造船でも家電でも、うん、産業用ロボットでも、うん、みんな他の人が始めてますからね、うん、例えば道交法とかですね、道路交通法も多分自動車が始まって、はい、多分ダイムラーさんが最初に自動車を作った時は馬車がたくさんあって、馬車の間をその100メートル走ったら壊れるような塊がちょろちょろしてたんですよね、はい、多分馬車での交通事故もたくさんあったんで馬車も渋滞してたっていうから、どうやってルールを作っていたんだか分かりませんけど、まあ画期的には多分第一次世界大戦、第二次世界大戦があったんで軍が買ったのが一番大きいんだと思いますね。軍が、飛行機もそうですよね、はい、はじめはその空飛んで何型の地って言われてたらしいですから、うん、ところが第一次世界大戦が始まって上から敵地が見えますよ、うん、って言った瞬間に軍は、まあ、軍も研究はしてたみたいですけど、うん、採用して、はい、でやっぱりそうやってある程度大きい需要があって初めて、コストは下がって民間に降りるレベルまで行くので、はい、そういうやっぱ感受が先行してっていうことをヨーロッパ人は多分いっぱい経験してるんじゃないですかね。なるほど。だから、まず何もなくても国家を挙げて新しい産業を育てるということはやぶさかではない感じです、ね、なるほど。デンマークとかでも誰もまだやってない、はい、なんやろうやって言いますもんね。イギリスもそうだし、むしろそのないからやろうっていう機運がヨーロッパにはあるんですね、うん、そうです。ないからやることによって自分のところの国家の価値があると、はい、どこの国もやれてない、はい、じゃあデンマークやれば、うんうん、デンマークという国の価値はあるし、はい、デンマークは滅びない。日本は誰もやってないの、はい、それはやめとこうですから、なるほど、日本の価値はどこにあるのと思いますよね、はいはい、でもそんな中で今そのアジア諸国から非常にその引き合いというかですね、うん、産業としての引き合いが強いというふうに伺いました。そうですね、どんな現象が起きてるんでしょうか、うん、日本のテムザックという会社に対して、まあ、多分アジアの国も新しい産業を起こさないといけないと、はい、日本モデルばっかり追求してたんじゃ、はい、多分まずいと、はい、やっぱ小さな国家が国家として維持するためには、はい、日本は多分でかいんですよ。1億2000万もあるって巨大な国ですから、体重があるということですね、はい、世界で食っていかなきゃいけないって言ったら自分の国が地球に存在してる価値を作らないといけないですね、うん、だったら誰もやれない、だから台湾なら台湾しかできない、デンマークならデンマークしかできないことをやりたい、うんということですね。その時に、このテムザックさんの持っている技術に目をつけた台湾の国とかシンガポールの国がいたわけですね。そうですね。
じゃあ実際その台湾で今回子会社設立されました、うん、はい、シンガポールにその親会社があるということなんですが、はいはい、そこでは一体どんな開発とかどういうものをですね、うん、どういう体制でされているのか教えていただいてよろしいでしょうか。まあ、こっちで日本で発明したロボットの何種類かを台湾の会社に売りましたので、うん、我々はそのノウハウ量を本体はいただいてますし、台湾はそのロボットを今から、量産して世界に売っていくということをするでしょうね。じゃあ日本で開発された技術が台湾で日の目を見ていく形になるわけですね。そうです。あと日本で開発したら例えば武器転用技術みたいなのって日本からも出してはいけないというような技術があるとすると、はい、そういう新しい発明はもう台湾でします。なるほど。だから台湾は世界中どこを売ってもいいですよって言ってくれてるので、はい、なるほど、なるほど。じゃあ国としてその姿勢の違いが鮮明なんですね。日本以外みんな同じような姿勢ですよ。日本だけがなんか分かんない、 なぜそう言ってるのか分からない。なるほど、なるほど。その日本の国の制度というか体制と、その台湾とかシンガポール政府との対応の違いってどういう状況があるんですか。それはまあその我々が運用する経費の2分の1を国が見ますとかですね、はあはあ、で研究開発費を一緒に取りましょうとか、はあ、まあ、たくさんありますね、いろいろあります、はい、日本は多分そういうお金は噂ではあるらしいんですけど、我々には来ないですね。あの審査をするの経済産業省がそういう予算を作っても、はい、NEDO という団体に出して NEDO で審査するんですけど、彼らから噂ればそんなロボットはありえないとか、なんだそんな田舎の会社はみたいな、もういかなる理由をつけても、はい、あの我々には出さないような審査をするので。でもそれが今日本国の現象なんですね、起きている現象。多分明治以降そういうことがずっと積み重なって、もう本当にカキ殻のようになって出来上がっちゃってるんですね。なるほど。船底にいっぱいついてると思いますよ。でもその東京がある種見向きもしないその技術に対して、うん、あるいはそのノウハウに対して、うん、台湾とかシンガポール政府は熱視線を送ってきてるわけですね、うん、そうですね。運営費の半分出すと、まだいくらでもイギリスもフランスもドイツもみんなそうです。イタリアもそうです。その中でもうどんどん産業が流出していってるわけですよね。まあ、産業が流出していくというか、我々は産業が流出する、はい、技術が流出するということよりも我々が生きていくことが大事なので、うんうん、生きていけることをやっていくしか、株主さんもたくさん今200人もおられますから、はい、それしかないんですよね。なるほど、なるほど。日本がどうだろうと言ってられない。そうですね、そうですね。なるほど。でもそれが現状なんですね。そうですね、生きることが大事ですから。生きることが大事ですよね。